北三省魚は、良性綱、優美木三省魚か北三省魚族に分類される、有オ類。北三省魚族の模式種。カザフスタン北部、中華人民共和国北東部、朝鮮民主主義人民共和国北部、日本、国ナシリ島、シコタン島、モンゴル、ロシア、A1 模式標本の産地は、クルトゥク村と考えられている。 夕日ビのみならず原生の両生光全体でも最高域分布種とされる。日本では1954年に初めて発見された。北海道内の分布が限定的であること、分布境界線である、発田線よりも南に分布していることから人為分布とする説もあったが、分子系統学的解析から在来種と考えられている。日本には先進予行期から後進予前期に、 サハリイン島経由で渡ってきたと推定されている。全長12から16センチメートル。尾は短く、頭道長と等しいか短い。体側面に入るシワは左右に通常13から15本ずつだが、より少ない個体もいる。背面の色彩は暗化主色で、頭部背面から尾の先端まで黄色い帯模様が入る a 1体模様には、頸部から尾基部にかけて、 脳褐色の縞模様が入る個体が多い。上学中央部に並ぶ葉の列は浅いアルファベットの V 字上 A1。オスは体型がより頑丈で、獅子や尾がより長い。繁殖期になると側頭部や獅子に白い突起が現れ、オスはこの突起がより顕著。繁殖期のオスは体模様が暗色化し、不明瞭になる。卵は直径0.2センチメートルで黒褐色。 卵納は縦幅12から21センチメートル、横幅2.5センチメートル。卵納の表面は透明で、表面には、シワがない。主に新葉樹林に生息するが、永久凍土体や、ツンドラ、から、生体や妖体は陸性。生体や、妖体や、夜行性だが、妖生は昼夜を問わずに活動する。9から10月から翌4から5月まで、倒木の中や、下。 低温に対する耐性が強く冬眠中に気温が低く、摂氏23度まで低下しても、数日間であれば死ぬことはない。食生は動物食で、昆虫、蜘蛛、軟体動物、関係動物などを食べる。幼生は主に昆虫を食べるが、地域によっては主に横エビを食べる。繁殖形態は卵生。温帯では4から5月、北極圏ではこの6月に、水たまり。 池、湖、水路などの様々な水場に卵を産む。繁殖期は1から2週間だが、北部個体群は1ヶ月に達することもある。オスは、水中で水面近くの木の枝などに捕まり、尾を揺らしながら、メスが近づくのを待つ。メスが、オスの尾に触れると、オスは、メスの体に、尾で巻きメスが産卵を開始する。一箇所に、複数の個体が集まり産卵することが多く、 一つの枝に複数の卵脳が付着していることも多い。一つの卵脳に周辺にいるオスも集まって、縫製する。100から300個の卵を産む。卵は30から40日で孵化する。陽性のまま一頭せず、7から8月には変態し陽体になる。オスは生後2から3年、メスは生後3から4年で成熟する。日本では、串路出現の牧草地下や、 宅地開発、運動公園の拡張による生息地の破壊、水位低下、道路建設による生息地の分断などにより生息数は減少している a 1釧路湿原では約90カ所の生息地が確認されていたが、そのうち30%で絶滅あるいはほぼ絶滅したと推定されている。釧路湿原の生息地は国立公園や保護区に指定され、 1975年に、釧路市の1992年に、渋茶町の天然記念物に指定されている、純絶滅器具 A1、ありがとうございます。